マールブルク旧植物園は1977年までマールブルク大学植物園として運営されていたドイツの樹木園、植物園である3.6ヘクタールの広さを持つマールブルクのピルグリムシュタインにあるマールブルクに最初に植物園が作られたのはドイツ植物学の創始者の一人とされる16世紀、はじめの学者。 エウリキウスコレデスが個人の植物園を開いたのに始まるとされる。1786年にマールブルク大学の教授となったコンラートメンヒによって聖エリザベート教会近くに医学教育のための植物園が作られた。フランス革命後、ジェローム・ボナパルトがベスト・ファーレン王国の国王になると、1810年にドイツ騎士団の土地を収容し、大学に寄付し、 現在の旧植物園の場所に植物園が作られた。免費の後継者であるゲオルク・ベンデロートがイギリス式庭園と科学教育目的の植物園を作り上げた。1861年にビガントが園長となり、造園家のペーター・ヨセフ・レンネヤ・グフタフ・マイヤーの造園学校の施設にした。1977年に大学の植物園の機能は新植物園に移された。 現在もマールブルク大学が所有しているが、公園として使用されている。旧植物研究所は大学のゲストハウスになっている。ありがとうございます。